中国南西部の雲南省プーアル市では、29頭のアジアゾウが餌を探したり、遊んだりしている様子が捉えられた。从监测情况来看，从去年以来，我们发现小象的数量增多了，大概增长了8头左右。这小象特别有趣，就是它会跟着大象模仿它，有许多的蚊虫，它也会模仿着大象卷起泥巴朝自己身上撒，哎，就来驱赶蚊虫。この地域には50頭以上のアジアゾウが生息しており、小さな群れや個体で移動している。它是有10多头，南海一头特别小的小象，也是今年2月27号那天生的。水浴びの後、ゾウの家族はまた泥風呂に入った。ゾウが鼻で土を自分の体にかぶせると、小ゾウはそれを模倣している。大象往泥巴起到降温防蚊虫，但一个可能它要到那个泥巴里面找寻那些矿物质，包括游泳的时候、洗澡的时候，它也喜欢把那个鼻子吹到水里面，然后吹泡泡，可能那个时候它也在找一些矿物质啊那些啊。熱帯雨林生態系の重要な構成要素であるアジアゾウは、中国の国家一級重点保護動物で、主に雲南省に生息している。